えー、皆さん、こんにちは、えー。税理士不動産鑑定士の三原でございます。えー、本日は、えー、資産管理法人の進めということでお話を進め立てていただきます。えーまあ、あの新型コロナウイルスの関係で、えー、皆さんも大変な状況だと思うんですが、えー、こういう場合、まあ、税理士なんかもそうなんですが、人と会えないということでなかなかアウトプットができないことが えー、多いんですけれども。まあ、こういう時は、えー、もう諦めて、えー、インプットに時間を使うということで、えー、私なんかも研修なんか、ウェブ研修なんかを多く受けておるところでございます。まあ、そういう意味では、あの皆様に、えー、少しでもインプットの,、えー、お,たあのお手伝いができればということで、えー、話を進めさせて,ていただきます。えー 簡単なプロフィールですけれども大学を出て電力会社の方に在籍した後と税理士不動産鑑定士の資格取得を機に開業、まあ、したということでございます途中債権回収会社の役員を10年間やっておりましたがその後3年余りあの国税庁の特別機関である国税副審判所というところにおりました、まあ、これは簡単に言えばあの、えー、税金の 裁判所のお、まあ、第一審というんでしょうか、初、えーまあ、め、えー、は残念ながらあのいきなり、えー、裁判所に税金問題を訴えることができないので、えー、国税庁の組織内ではあるけれども、こちらに、えー、審判所の方に届け出て、えー、そこで審判を受けて、その上で、えー、裁判所に持っていくと。 いうことになっております。まあ、そういう機関において、えー、まあ、国税庁の組織内ではあるんですが、第三者機関ということで、えー、我々のような民間が、からの人間が半分入って、えー、まあ、いろいろお審判をしているところでございます、えー。まあ、その話をさせていただいたのは、あのー、この後、 えー、いろんな話をする中で、いくつかこの国税福審判所の採決というお話が出てまいりますので、えー、少しそのお話をさせていただきました、えー。では、あの、早速入りたいと思います。えー、本日はあの、まあ、2時間今日のコンテンツを、まあ、1時間半ということでお話しさせていただきますので、えー、少しあの話があ早くなる。 場面があ,あろうと思いますが、ま、えー、あなべくついてきていただければというふうに思います。さて、えー、これからの資産運用はあ資産管理法人で行うということ、おおまあこれあのよく聞かれることがあるんではなかろうかと思います。この実はあの地産管理法人には二つの側面があると一般的には言われており。 えー、一つは所得税対策としての資産管理法人そしてもう一つが相続税対策としての資産管理法人。ということで、えー、本日のメニューですけれどもまず所得税対策としての資産管理法人のお話をさせていただいて次に相続税対策としての資産管理法人。 それから、その後に、資産管理法人の3つの形態についてお話をさせていただいて、次に、今、個人で不動産を持っている場合に、その法人に移転する場合のポイントについて少し触れると。あとは、法人の設立、まあ、株式会社がいいのか、合同会社でいいのかというお話を少しさせていただいて、最後に法人化の注意点というのをお話しさせていただき いうことで進めさせていただこうと思います。では早速。まずは、所得税対策としての資産管理法人を見ていきます。さて、えー、所得税対策として資産管理法人が、あなぜ、えー、有効なのかというと、お税率があ法人の方が低いと、お 言い切るのはなかなか難しいんですが、えー、この左は、えー、所得税個人の場合の税率で右が法人の場合の税率を,を載せているんですけれども、えー、この左側の個人の 所得税率、住民税10%を含めたというところで、税率が並んでおりますで。左側が課税所得別の金額が入っております。したがって、これを見ていただくとわかるんですが、所得税の方は非常に段階のが多く、しかもどんどん累進で税率が上がっていくこと、 が分かっていただけるのではなかろうかと思っております。えー、それに比べて法人税の方は、えー、まあ見ていただきますとおまあ三段階程度のまあ累進性ということでございます。まああの税率コードが異なっているということでございます。 さらに、個人の所得税の場合は、なんと、お最高税率で言うと、住民税の10%も入れますと、56%にまでになる、いうことでございます。えー、それに比べて、えー、法人税の方は税率がやや低いということが分かっていただけようと思います。えー、ただし、えー 右と左で見ていただくと、個人の課税所得金額が330万以下の場合は、やや個人の税率の方が低いということ、195万までが15.105%、195万を超えて330万までが20.21%ですので、法人税の方は、 年所得400万以下の場合は21.421% 21ですので、やや個人の方が低いということが言えます。しかしそこから330万を超えた時点から法人税の方が、えー、安くなっていると。低くなっているということがわかります。えー、30、330万を超えている場合は30.42%ですが、えー、法人税の方は 400万以下であれば21.421% 21。800万以下でも2 3 0 4ということですので、えー、法人税の方が税率は低いということが分かっていただけようと思います。したがって、ここからあさらに所得が増える場合には、どんどん開いていくということがお分かりいただけようと思います。 まあ、税率だけを考えればということですが、まあ、法人住民税も入れたところで、えー、法人税と所得税を比べると、えー、個人の課税所得金額が330万を超えるような方は、えー、法人の方が有利になるということが先ほどの分かったわけですが、この330万の課税所得っていうのは、実は給与所得、あ給収入の方は640万前後、 が、あの給与収入、いわゆる額面というやつですね。であれば、もう、もう課税所得金額で330万を超える場合が多かろうと思いますので、えーまあ、そのような給与収入が別途あって、その上に不動産所得が乗ると、収入が乗るということであれば、法人の方が出る人は、えー、有利だということが言えるわけでございます。例えば、課税所得金額が330万の方が、 不動産所得が300万、その上に乗ったとすると、個人の場合は、えー、約91万円、えー、税金がかかりますが、これを法人化をしておけば、63万円ということでございます。まあ、約10、この税率を見ていただくと10%近くの違いですので、まあ9、9%ですかね。このぐらいの開きが出るということでございます。 ええー、まあ、あの、不動産所得というのは総合課税であると、まあ、お聞きになられたことがあろうかと思います。要は、あ他の、先ほど申し上げた給与所得であったり、まあ、年金の場合は雑所得であったり、えー、その他の所得と合算して、まあ、簡単にはその上に不動産所得が乗ってくるという仕組みになっております。これを総合課税と申します。不動産所得は総合課税になる いうことでございます。従って他の所得と合算して計算するので、給与所得などの不動産所得以外の所得がある人は、その不動産から得た所得に対して高い税率がかかってしまうということが分かっていただけようと思います。したがって、与所得など他の所得が高い人ほど法人設立による まあ、税率のメリットを受けることができるということでございます。えー、税率の話、法人が有利という話は一応一旦置いて、うん、次に、えー、ポイントの二つ目として、法人は、個人より経費が使いやすい。こういうことを聞かれたことがあると思いますが、えー、これ本当なのかということなんですが、えー、まあ、 えー、個人の、うんうん、復習ですけれども、不動産、個人の場合、不動産所得は収入金額から必要経費を引くと。で、収入金額というのはもうこれはほ,ほぼ所要のものですので、与えられたものですので、これをいじることはほぼできないということで、必要経費の移管によって不動産所得が決まるということがお分かりいただけようと思います。さて、一つの例ですが、自宅兼事務所、 として、ええー、まあ、物件を借りてて、ええー、まあ、家賃を払ってたという場合でございます。この場合に、えー、このお家賃のうち、まあ、一部が必要経費と認められることができるかということで争われた、これは、あ東京地裁裁判所であまで行った事例ですけれども、この居住用の2階建て住宅を 居住用部分と事業用部分と分けて、この事業用部分については必要経費になるだろうということで、申告したものに対して、税務調査がそれは認められないとした事例でございます。これは裁判所でも認められなかったと、必要経費としては認められなかったという例でございます。 でこの判決によりますと、この下の解護分ですが、事務所を兼ねた自宅の家賃を必要経費とするためには、その必要である分を明確に組分できる場合に限る。されて、えー、判決ではそのようにされて、えー、認められなかったということです、えー。この図のような形で、えー、納税者の方はご申告をされてたと。洋室のうち一つと、リビングダイニング、 部分を、この面積費に応じて、必要経費、家賃、をそれから電気代等あ水道光熱費も経費にされて、出されておられたということですが、えー、裁判所でも最終的にはこれが認められなかったということでございます。 まあこれはなぜかというと、これ実は所得税法の方には、この必要である部分を明確に区分できる場合に限るということが法律に書いてあるわけですね。したがって、えー、これを明確に区分しなければ、首都経費として認められない。えー、まあ、本件の例で言えば、この、例えばリビングダイニングは、これは家族が、 プライベートでも使う部分でありますので、この部分を全面的に必要経緯として、えー、認めてもらうのは難しかっただろうと思いますし、この洋室についてもー、まあ、一応、えー、仕事場としておられたんでしょうけれども、えー、じゃあ,あ、プライベートで使う部分がなかったのかということで、えー、明確には区分できてないだろうというのが、まあ、裁判所の判断でございます。 しかし、これは、あの、法人で、え法人を設立し、その法人が、この、ま、ある程度、面積、合理的な面積比に応じて、実際に家賃を、え例えば個人に払ってた場合、これは、あの、基本的には認められる可能性が高い、ということでございます。えこれはなぜかというと、法人、 というのは、一つの、まあ、法人格という言葉もありますが、一つのお個人とは別の存在だというふうに、えー、まあ、税法でも考えられているからでございます。それに比べて個人の場合は、個人の中にプライベートとオフィシャルな部分、仕事の部分、業務の部分があるということで、基本的にはそこの部分がごちゃごちゃだということで、 これが、まあ、税務署、税法の考え方なんですねはい。えー、皆様、こんにちは。シーフネスの中本です。よろしくお願いします。えー、一応、私の方で2部ということでですね。あのー、今日は、まあ、資産管理法人設立のポイントと、まあ、法人活用での投資事例ということで、まあ、あ2部にわたりまして、まあ、前半は先ほど、あの、三原税理士、で、まあ、後半は私、えー、現場のアセットコンサルタントということでですね、えー、私の方で、まあ、いろいろと解説させていただこうと。 いう流れれなんですけれども、まあ、ただそのそもそも,論なんですそもそも論なんですけどあの、資産管理法人を使って不動産投資をされた方がいい方もいれば、ああそうじゃない方もいるということで、あの今日は別に、えー、皆さん法人作りましょうという話ではあ,のありませんので、まあ、そこだけちょっとねあの、誤解のないようにお願いしたいなというところで、ですね、えー、資産管理法人のメリット、デメリットというところですね、まあ、冒頭申し上げました、あの皆さんそれぞれね、 法人がいい方もいればそうじゃない方もいますよという話しました。で、まあ、ご相談ありますよ。自分自身法人がいいかなとか、あもう法人でやりたいんだとかね、えー、まあいろんなご相談あるんですけど、法人でやりたいんだってご相談いただいても止めることも結構あるわけですよ。まああんまり法人でやるメリットないと思いますよみたいなあ、いうこともありますし、それはもうその方のその、まあ前半の宮田税収の話でもありましたけど、ご年収だとか、資産背景とかね、 これからどこまで物件を増やしていきたいのか、増やしていける方なのかっていうところによって、まあ、個人でやった方がいいのか、法人でやった方がいいのか、まあ、ちょっと違ってくるというところなわけですね。で参加理法人は2つの側面がありますよと。これは前半でもありましたけれども、あの目的は2つですね。所得対策とまあ相続対策というところで、まあ法人、個人でやるのと法人でやるのと何が違うのか、まあ、前半の話。この ここの、ここからの10分にギュッとこう集約するとですね、あの、要は税引き後のキャッシュフローが違うわけですね。個人と法人だと、えー、税金払った後の手残りが違ってくることが結構ありますよというところで、まあ、例えば不動産を個人名義で持ちましたよと。そうすると、一応これキャッシュフロー計算とね、税金の計算を載せてますけれども、左側がキャッシュフローの計算ですね。 えー、グロスポテンシャルインカム。ま、GPA と載せてますけど、まあ、これは潜在的な売上まあ相場の家賃でどれぐらいで稼ぐのかなと。いうところから、まあ、空室未回収損ですよね。えー、入退去がもちろんね、あったりしますし、エリアによって空室率も違ったりすると。で、それらを引いて、えー、実行総収入が出て。で、そこからオペックス運営費、ランニングコストですね。 えー、物件持ってれば日常清掃消防設備点検だ固定産税都市計画税だ賃貸管理手数料だとかね、まあ、そういった運営費がかかってきますのでそれを引いて、えー、営業利益、えー、NOI ネットの収入がまあ出てくるとで現金で買ったりねローンがなくなってればこれがまるまるキャッシュフローなんですけどまあたいまあ銀行から借り入れして買って、えー、買う方まあ多いですので、まあ、そうすると、えー、ローン返済、えー、ADS、えー、負債支払い額があると、まあ、それを引いて 初めてまあキャッシュローが出るわけですね。BTCF、えー、b、まあ、ビフォー o タックスキャッシュローということで、まあ、税引き前のキャッシュローということですね。これ引いて、えー、あ、引いてじゃないですね。で、こっからその納税額を引かなきゃいけないというところで、税金引いて初めて手残りがかかると。あーアフター t タックスキャッシュローということで、税引き後のキャッシュローが、えー、まあちゃんとした手残りということなんですけど、でこの納税額の計算、 するときって個人だとまあ税金の計算、これ右側ですね。えー、税金の計算というのは、個人名義ですと、ネットの収入、営業純利益から、ローン利息、銀行に負債支払い、まあ、ローン編成しますよと。でも、利息の部分というのは経費として認めてやるよというのはまあ税金の計算で決まっています。あと、減価償却ですね。まあ、不動産というのは土地と建物、まあ、細かい話すると設備に分かれますけれども、こ建物とか設備の部分というのは、 実際別に溶けてね、その建物をなあの、溶けて、どん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 溶けてなくなっていくわけじゃないんですけど、まあ古くなるじゃないですか。要は、あ国からするとね、まあ、古くなると価値が下がっていくでしょうと、減価していくでしょうと。だからあ、一定金額はね、経費として認めてあげるよっていうのは、まあ減価償却というまあものですね。で、それを引きますよと。税金の計算上、経費として認めてあげますよ。それから、青色申告特別交渉、えー。これ、あの、税務署の届け出必要ですけれども、 まあ個人ですと、まあ、10万円、まあ、または65万とで。65万っていうのは事業的規模。まあ、5等または10室以上個人名義で不動産を保有しますと65万まではね、認めていただけますので、まあ、このいずれかがあ控除として引けると。まあ、あとは、事業的規模、えー。5等10室以上になっていれば、まあ、この先住者給与とかね。例えば、奥さんは専業主婦ですよと。とちょっと不動産賃貸事業を手伝ってもらうとね。あいうことで、まあ、奥さんに給与を払って、それを経費として計上するとか。 えー、まあ、あとは、火災保険料とかね。まあ、これが経費となって、えー、まあ、課税不動産所得というのが、ま、税金の計算上出てくるわけですね。そして、ま、税率ということになってますけれども、ここの税率がね、あの、人によって違うわけですね。えー、まあ、人によって違うっていうのは、その方の他の所得、年収、給与所得でいくらなのかとかね、えー、それ以外の所得、えー、事業所得でいくらなのかとか、まあ、そういったところによって税率ってま、違ってくる。 でその人の税率をかけて納税額が出てきて、そして初めて、ええー、まあ、キャッシュフローの中から税引き前のキャッシュフローから税金引いて、えー、税引き後のキャッシュフローが出るということなんですけれども、で、個人の場合は、まあ、前半でもありましたけど、この、こっちかなこっちかな個人のこの所得に対して、今例えば給与所得で、えー、ありますよと。 で不動産は個人で持ってると、不動産の所得って総合課税といって、要はガッチャンコされますんで、この不動産の所得がありますよと、こうかな。この不動産の所得が給与所得に乗っかってくるんですよ。総合課税と言ってですね、トータルして、読んで字のことは、そう、トータルして税金の計算しますよってことになるので、そうすると、ここの所得が高ければ高いほど、個人の所得って超過累進税率ですよ。日本っていうのは。要は、所得が上がれば上がるほど税率がどんどんどん,どん高くなっていく。 まあ制度ですねですから所得の高い人と税率高いので上乗せされればされるほど税率がどんどん,どん上がっていくとそうするとここの所得が高い人は個人でもこっちになっちゃうから法人でもってこの所得を別にした方が税率低く済むよねっていうまあ法人でやるメリットとしてはまあそういうこともありますよね、まあ、でもこの所得が別にまあそうですね じゃあ、年収、そうだな、1200万ぐらいがまあ一つの目安でありますけども、1200万じゃなくて、年収300万ですよ、と。そうすると、これが乗っても、まあ、比較比べてですよ、そこまで税率上がらないでしょ、なんてことになってくると、まあ別に個人でいいんじゃないのみたいなね、人もいたりするというところが、まあ、あるというところですね。えまあ、あとはその、個人名義で不動産を持ってるとですね、で、この税金の計算の流れの中で、 えー、まあもろもろね、営業準利益から経費として認められるものを引きましたと。そうすると、課税不動産所得マイナスになりましたってこともあるわけですね。えー、そうしたときに、ここでマイナスになると、個人名義だとですね、えー、ローン利息。営業利益からいきなりローン利息、経費として引けてますね。このローン利息のうち、土地の部分は、あ経費として認められなくなっちゃう。要は 赤字部分になってんだったら、利息全部は経費として認めないよっていう感じですね。個人だと。でも、法人だったら別にマイナスになっても、いや、途中部分も全部いいよみたいな。いうところが、まあ、違ってくるというところがありますね。えま、ー、あ、あとは、その、課税不動産所得って、まあ、この税金の計算で出てますけれども、個人だと、まあ、あおれ申告特別控除もそうですね。青おれ申告特別控除も、マイナス部分までは認めないよと。 というところは、これ、えー、あります。あとは、その、税率。この、課税不動産所得に対してかかる税率って、個人ですと、まあ、所得税、住民税合わせて、大体最高税率ー約55%ぐらい。55%ですよ。まあ、実際ね、払っていらっしゃる方、それぐらい税率払っていらっしゃる方たちって、まあ、うちの会員さんでも、あの、私のクライアントさんでも、自我でね、いらっしゃったりしますけれども、働いて稼いだ分、半分税、半分以上、税金で持っていかれる。もう、これ、痺れますよね。 えー、っていう、この税率が、個人だと最高で55%ぐらい持ってかれるんですけど、まあ、法人だと、えー、まあ、約ね、実行税制27%ぐらい。ってなわけですね。そうすると、税率が高い人は、法人の方が税率低いじゃん、みたいな。いうことがあると。まあ、その辺がね、えー、結構違うんですよ、というところで、えー、この税引き後のキャッシュフローは違いますよ、ということで、えー、法人名義のキャッシュフローまあ、このキャッシュルは一緒ですよ。個人も法人もね。 右側のこの税金の計算が違うというところで、まあ営業利益から論理則引いて、減価償金引いて、加算保険引いて、まあと違うとこう、役員報酬。役員報酬ということで、法人の役員に対して、こう、所得を分散できちゃうわけですね。えー、例えば、お子さんを役員に入れる、奥さんを役員に入れる。で、えー、自分の所得に上乗せするんじゃなくて、この所得は違う人に、奥さんに分けちゃえと。子供に分けちゃえと。いうことで、分散できちゃう。 あと、ま、接待口座費などの経費。個人だとね、結構厳しいですよ、ねえ。個人だと結構ね、いやいや、そうは言っても、いや、俺の確定申告結構、あの、経費、えー、税務署別に何も言われてないよっていう方、世の中いっぱいいらっしゃると思うんですけど、税務署調査、税務調査入ったら結構の確率でね、否認されますので、まあ、それまで、えー、はね、 えー、持ってるというだけの話で、あの、結構ね、否認されがちですので、まあ、法人はここは、あの、認められてると、いら、られやすいというところで、えー、設定交際費などの経費も計上しやすいよね、というところで、まあ、それらを引いて、課税不動産所得。要は、この、課税不動産所得をマイナスにしやすい。要は、税金かかんないようにしやすいっていうのは、まあ、この法人の方ですよ、というところ、なわけですね。あとは、個人だと、 税率、最高税率約55%ぐらい。法人だと大体ね、あのー、この右側の下の方にも書いてますけれども、えー、経費化のしやすさとかありますし、えー、まあ、あと実行税率でね、約27%ぐらい。個人だと55%ぐらいの人が、ね、まあ、税率が低かったりとか。まあ、あとは、この課税不動産所得がマイナスになったときに、えー、翌年以降の利益からも相殺できるんですよ。来年、黒字になりましたと。 そうすると、今年、えー、まあ、赤字でね、税金かかんなかったよねと。じゃあ来年利益が出ました。じゃあ去年の赤字部分と今年の利益プラスマイナスしようよ。これができます。で、これ法人の場合だと、10年間できますね。まあ、決算金の繰り越し控除ということで、来年以降、再来年も10年間できちゃうと。いうところで、えー、まあ、マイナス幅が大きければ、ずーっとこう利益、あの、相殺してですね、税金かけなくすることもできると。 いいうのがややりやすいとでも、あのー、これね、個人もあるんですよ。個人にも、まあ、法人は法人で欠損金の繰り越控除、まあ10年というのがあるんですけど、個人は個人でね、あの、純損失の繰り越控除、3年間っていうのがあります。要は、今年赤字でした。来年以降の利益と3年間だけは総裁認めますよっていう制度あるんですけど、ただ、純損失なので、個人、まあ大体ね、不動産買って、 ま、優秀家で買おうなんて方って、ま、所得がそれなりにあるわけですよ。まあ、無職で買おうっていう方はあんまりいらっしゃらないわけで、何も他に収入がないって方はね、何も収入がないって方はなかなかいらっしゃらないわけで、何かしら収入があると。それに対して、不動産がマイナスでしたと。じゃあ、このマイナスプラスマイナスして、これが、え完全にね、マイナスになっちゃうかっていうと、なかなかこう、利、所得圧縮できたとしても、完全に赤字になるっていうことは個人の場合はなかなかないと。でも、法人って、 新しく作る法人だったりするわけですよね。あの、これから始めるようなて方は。そうすると、そもそも何も利益がない中で、不動産を買った時の経費が、まあ、マイナス部分ですよと。そうすると、プラスマイナスで、マイナスアーバーが、あまあ、あ、その、プラスマイナスでね、まあ、まあ、赤字になりますよと。いうことで、まあ、翌年以降の利益と相殺できると。いうことで、まあ、法人の方がやっぱり使いますよね。個人の純損失の繰り越し控除というのはなかなか、 あの、お目にする機会はないですね。まあ、ただね、性能的にはあると。いうところだけちょっとお話しときます。で、えーまあ、前半の見張り税士でもね、ありましたけれども、あのー、個人で不動産持ちました。これ売ろうとすると、5年未満の譲渡。要は、買ってから6回正月迎えてないと、税率でね、39%ぐらい持ってかれますよ。えー、譲渡税。えー、でも、法人だと、えー、これ短期長期関係ないです。別に5年未満の譲渡だろうが、 税率関係なく、売りました。利益が出ました。で、その法人って、まあ、期間ですね。この期間中に、別に1月から12月じゃないですよ。5月から、あまあ、5月から5月はねあ、5月から4月かとか、まあ、その月に、どこの開始の月にするかって、法人によって違いますけれども、その期間中に出た損益に対して、あ、利益に対して、えー、実行で税率で、まあ、所得によってちょっと違うんですけど、まあ、大体ね、最低でも27%ぐらいの税率なので、 まあそういう意味では、あの別に、まあ、買ってから2年しか経ってない。でも、今売ったら短期譲渡で、まあ、5年未満の譲渡で税理39%持ってかれるなっていうのは個人ですけど、法人だと別に39%と関係ないんですよ。出た利益に対して、えー、法人税ですから、あまあ、売り時をね、えーまあ、逃さないというか、そんな時期に関係、とらわれる必要はないよなというのが、まあ、法人としてはあるというところと、 また個人だとね、分離課税、譲渡、不動産売った時ってのは分離課税で、あくまでもその不動産の売った時にかかった経費と、その出た利益に対して税金なんですけど、法人の場合は、不動産売りました。それに対しての損益と、他のえ家賃収入の損益と、相殺して、合算して出た利益に対して税金なので、その辺がね、利益圧縮しやすかったりというところもね、あったりすると。 あと、ね、単に法人を作っただけでは効果半減ですよということで、まあ、奥さんを、ね、役員にして役員報酬を払ったりとか、まあ、生命保険入ったりとか、まあ、あと退職所得控除を使ったりとか、まあ、いろいろと、ねえーまあ、作戦はあるというところで。